アートランドフラッグです。コースの損傷がひどく競技の続行が不可能となったためレースは中止になりました。しかし規定の7周を超えていたためレースは成立。よって現時点でのトップが優勝者となります。さて優勝者はウィナールーシー・リバティ初優勝です。え、私が？ルーシー、おめでとう。今日からここも俺様のものだぜ。祝杯だ野郎ども。チョコレートパフェを持ってこい、大盛りだ。え、まさか。よくぞご無事で。心配しておりましたが安心しました。ミスキラーゾーダ、私もお前に素晴らしいプレゼントを用意してみた。受け取ってくれ。素敵なクリスマスプレゼント、ありがとう。私は健康です。遠慮は無用。って言ってもまぐれじゃな。もうまぐれだって実力のうちよ。本当はクランクも喜んでいるんですよ。このケーキだって一緒に作ったんですから。それじゃあルーシーの初優勝を祝いまして乾杯。そしてメリー